こんにちは。では今回はペンタトニックの音にね、ちょっと音を足してポール・ギルバート風のねリックを作ってみようというお話です。冒頭に弾いたフレーズね、ゆっくり弾くと、まあ、こうなってます。ですね、基本的には Am ペンタトニックねが、ベースになっていて、そこに音が足されていますね。まず1弦の7フレット、これがルート音から見てマイナーセカンドね、あ、ごめんなさい、メジャーセカンド、ナインスの音です。で、その次にこの、まあ、メジャーシックスね、サーティーンスと言ってもいいですが、足してます。こう普通に弾くよりやっぱりちょっと、色合いが強くなるというか、特徴的な音使いになってますよね。で、次に今弾いたのと全く同じことを2弦3弦でやってあげます。この、3弦の8フレットがブルーノートに当たりますね。なんでまずは 1,2 弦だけの動きをマスターしましょう。7,5,8,5 ですね。弦が 1,1,2,2,2,1,2,2 です。で、この動きと全く同じ動きで下の弦に移って2弦3弦でね、これをするだけなんですね。で、最後、まあ、ルート音で落ち着くと。単純に、なんかこう、ペンタトニックをね、加工するよりも、ちょっと複雑に聞こえて面白いとも思います。今回は以上です。お付き合いありがとうございました。練習頑張りましょう。